はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちらレアガチャで、ドラゴンエンペラーズ、ドラゴンエンペラーズでね、はい、来ておりますので、ちょっとこちらやっていきたいと思います。で、今回こちら超激レア確定なので、で、まあ、ドラゴンエンペラーズは、まあ、なんだろう、その、一応ね、その皆さんっていうか、ツイッターとかでね、一応教えていただいてると、まあ、そこまで追うものじゃない気はすると。まあ結構その速攻型っていうかが多いから、まあ僕はカムライかなんか持ってるのかな、確か。なんですけど、まああのシークレットドラゴン、まあこちらは強いというか、まあ使えるよってことだったので、まああの一応まあ一回っていうかね、まあ一日しかないので、これは残り一日なので、まあ一回だけ11連になるのかな。まあ激レア確定なんでね、あのちょっと引いていこうかなと思います。で、狙いはもちろん、こちらですね、伝説レア。ちょっと名前をちょっとご存知ないんですけど、あの赤い敵と浮いてる敵に強いっていうのが、個人的にあの浮いてる敵に強いっていう、ちょっと超激レア持ってないと思いますので、ちょっとぜひ、この子を入手しておきたいというか、まず伝説が欲しいんですよね。はい。なので、ちょっと伝説狙っていきたいと思います。0.3% ですね。まあ、でも超激レア確定なので、だから伝説確定ではないからあれなんですけど、まあまあ1500で激レア、超激レアが1体出るって考えたらね、悪くないのかなと思いますので、じゃあ行きましょう。ふぅ、緊張する。まあでも超激レア確定だから。で、この中でさらに伝説が来てくれたら、もう、超神引きですよ。まあまあ、魔女さんね。はい、ありがとうございます。猫魔女さん。さあ、そして、あ、そうそう、この子は結構育てておいた方がいいよっていうコメントあったので、あの、スイマーはちょっと、育てていこうかなと思います。はい。あー、猫バサミちゃんね、ありがとう。さあさあ、いつ来るか。今でしょ。来い、激レア。ん、違うね。猫タツ。アマタツー。はい。おー。頼むから、あの、その前に一回超激レア来てくれるとありがたいんだけどね。ん？あー、この子って、初めてだよね。戦隊ドリラ。なんか、猫バサミのさ、進化系に似てるんだけど。はー、なるほど。あ、来た！あー。あ、ごめん、カムライじゃない、ごめんなさい。カムクラでした。持ってた。持ってる。あ、そっか。あー、猫ロッカー嬉しい。もう一体、もう一体来ない。もう一体ない。あ！あ！ライデン2体目来た。あ、嬉しい。ライデン、まあ、伝説じゃないけど。いや、ありがとうございます。はい、嬉しいです。ライデンはどうなんだ、ちょっと見てこようか。ちょっと待ってください。はい、ということでですね、前回、アグハムム。こちらで、まあ、EX 限定なんですけど、負けてしまったんですけど、まあ、僕のね、完全に勘違いで、ネコムートと、バルキリーのレベルをマックスにしてなかったんですよね。なので今回、バルキリーとネコムートをちょっとマックスにした状態で、戦っていきたいと思います。いやー、いけるかなー。いきましょう。よろしくお願いします。これって倍速してたっけ？ちょっと倍速でやってみよう。ここだけがずっと勝てないで、結構ね、なんかね、あっさり負け、なんか前なんかさらっとできたんですけど、なんかね、こうやってやんないと勝てなく、なんかね、クリティカルのによるのかな、うまくクリティカル前回発動したから勝てたかもしれないですけど、なんかあっさりここで負けちゃったりし、ちょっと待って、こうなるんです。あれ、ちょっと待って、こんな風になったっけ。あぶね、ギリギリ、危ない、ギリギリです。非常にギリギリでございます。頑張れ、負けるなって。ギリギリ、なんとか頑張って、よし、危ない。で、でもこれバルキリーがいっちゃうんだよね、多分。どうか、どんだけ貯めれるか。こっから始まる。猫持って出しとこう。待って、一回出しといて、頑張れ。で、こっからもバルキリーをガンオッケー。あ、レベル上げるとこんなに違う。素晴らしい、ありがとう。あ、こんな違うのか、レベル上げると。あのね、22から30にしたんですけど、それでだいぶ変わるな。オッケー。あとはこのくるくる回るボーイ。このペンギンボーイをなんとかしないと。あー、飛ばされたー。
このペンギンくるくる回るペンギンボーイをなんとかして、あーまずい、来た、まずい、待って来てる、あーやばい、これは終わるか、終わるか、終わってしまうのか、終わって、ここは神様を、いや神様使うべきか、いや違う、これは神様ではない、どうしよう、ダメか、これは厳しいか、吹っ飛ばしてもらうか、吹っ飛ばしてもらって吹っ飛ばしてもらおう、もう本当に勝ちたいのよここいやーやっぱりちょっとね、最初だよな、最初でもっと壁作っておかないといけないんだろうけど、でもなー置けないんだよな、ちょっとりあえず一応出しとこうか、ここら辺もちょっと一応ね、でもこれ多分バルキリー来る前に最悪もう一回吹き飛ばすか、ちょっと頑張ってみよう、そうやね、無理だ、おらねねこ艦隊じゃもう切れたぞどうやどうやどうや、これならやったそうか、ねねこ艦隊にすればよかったんだ、もう無事切れましたやったー、やっとクリアできた、オーイエー、出撃くんキャラチバキ EX ちょっと一回見てみようか、とりあえずちょっと、最初の10秒ちょっと見てみたいと思います。さあなんだ、何が出てくる、まあ、とりあえずちょっとやってみようか、いやさっきのがもしかしたらもう難しすぎたのかもしれない、よくありますよね、にゃんこ大戦争って結構、最初最初難しかった割にはこれこっち簡単だねみたいなのがあったから、最悪ねねこカンタでいきます、また厳しそうだったら猫かあのねねこカンタっていうのを思いついたので、ちょっとそちらでいければなと思うんですが、多分ねさっきのが多分かなり、あーでもなんか違うの来た、なんか強そうなの来た、大丈夫かな、まあ強そうなの来たってか知ってんだけどこのキャラは、ちょっと、いやでも大丈夫そう。まだ大丈夫そう。ちょっと行って、他のも行って。待って、強いんじゃない、大丈夫、で最悪ねねこ艦隊行くぞ。最悪ねねこ艦隊行くからね。無理そうだと思う。おー、いける。オッケー。今回はやはり、さっきのが強すぎたんじゃないのかなと。そう。あのね、コメント欄で皆さんありがとうございます。バルキリーとかネコムートでバリア壊しましょうっていう、コメントも、すべて見させております。コメント。本当にありがとうございます。それでもね、あ、なるほど。バリアってのがあったんですね。本当にありがとうございます。あ、よかった。これはいけるとこだ。やっぱさっきのが難しかったのか。あ、でもお宝出ない。まあいいや。後で集めます。お宝は。はい。ちょっと申し訳ありません。ちょっとノイズがね、昨日の動画から入っちゃってたと思うんですけど、ちょっと今、ノイズを直しました。なので、ちょっと申し訳ないんですけど、確かソロモンだったかな？ソロモンクリアして、このアバブは撮ってたんですけど、ちょっとね、ノイズがちょっとあまりにひどすぎたので、ちょっとカットさせていただいて、で、こちらがね、出撃可能なキャラクター条件、コスト1200円以上なんですよ。以上なんですよね。で、結構僕のところってこれ1200円以上が、もう少なすぎて、違う、これじゃない。ちょっと待ってね。あれ？あ、ちょっと調整しちゃったんだ。どうしよう。まあ、いっか、これでいっちゃおうか、とりあえず。あんまりそんな出すことないと思うので。いやー、このクジラちゃんと猫ドラゴンぐらいしかちょっと低コストっていうかね、ないので、ちょっとね、クジラちゃんも正直勝てないんですよ。だから、一回さ、申し訳ないんです。神様の吹き飛ばし、ちょっと一回使わせてもらいます。はい、あ、ごめんなさい。神様の吹き飛ばしがまあ、猫缶10個なんで、それで、もう、いきなりダルターニャ出したいなと、はい。これ早いんだよ。これ早い。いやー、やっぱ耐えるしかないか。厳しいな、これ。マジで。どうしような。ダルターニャまで耐えれるか、これ。どうだ？いけるか？これは、どうですか？出します。厳しいですね、これ。いや、どうだろう。とりあえずちょっと壁を作ろう。まあ、一応壁になるのか。壁にはなると思うんですけど。いや、この体力でいけるか？オッケー。一気に出し始めれれば。あと、寝込むとここで出したいな。オッケー。で、どうしよう。あ、ちまったな。
まだこの子じゃなかった。この子か。カメ。この子もかなり強いと思いますので、とりあえず出してこう。出して、とりあえずデータラポッチ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。これはかなり来たかも。あとはボスが来たね。さあ、マンモス。マンモスに関して、まあ、一応、どこだ？一応出すキャラ全員強キャラなんだけど、あ、そう思うとやっぱりもっと出しとくべきだったな、キャラクター。まずい。これは、いけるか。やばい、フット。まず、ちょっと待って、強すぎないか。55。いっちゃうか、これ。猫缶30。いや、それより、一回もう一回戦って、吹き飛ばした方がいいか。行くか。で、ちょっと待てよ。焦るな、焦るな、焦るな。寝込むと。で、そのまま、来るでしょ？で、できれば浦島出したいんだけど、出せないかな？出せないか？出した！で、こっからあとは耐えるのみなんだけど、どうかな？ 55%！ くっ！無理じゃん！いやー、ごめんなさい。結局、あの後、なんとかクリア。あー、いやー、ちょっと使っちゃったな。もう、ダメだね。やっぱりちょっともっと。でもなー、他、結構もう、あとは進化させるとか、コスト上げるっていうのしかないから、コスト上げたくても経験値がね、ないので、とりあえず土日の経験値のダンジョン行って、がっつり経験値稼ぎましょうか。次。はい。ということで、とりあえずクリアできたんだけど、1200以上で上手、どうせ。嫌な予感しかしないな。行きましょうか、じゃあ。デススタン。参ります。どういう感じなんだろう。とりあえず、早いテンションやめて。ゆっくりな子だったら、オッケー。距離的に、あー、なるほど。これはどうだ？一回ちょ、我慢しようか、これ。ダメージ。ダメージ我慢して、8万あるからな。どうだ？いける。アフロディーナで、吹っ飛ばせ。うわ、オッケー、吹っ飛ばせた。よし、いいぞ。これで、あとはこの子出したいかな。なんかエイリアン遅なんで、この子出したい。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、来たね。で、こっから、なんとか時を止める子を使えば、あと猫ムート？猫ムートかな？時を止めてくれ。時を止めてもらって、で、発射！で、猫ムート。行ってこい！よし！一撃！ナイス！一撃で、あと壁作ろう。あとは壁作りつつ、よし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 ！ここのステージはいけた。オッケー。ありがとうございます。いや、もう舐めすぎだけどね、その、使えないキャラクター、使えないっていうか、その使用できないキャラクターを持ってる時点でもう舐めてると思うんですが。あ、やっと来たー、通常通常っていうか10体までだったら全然いい。よし。あ、でも壁がちょっと少ないのか。はい、ということで、とりあえず、まあ、2つのステージやりましたが、次回からはちょっともうちょっとサクサクんで、まあ、あと2時間後に土曜日になるので、土日だと多分経験値かな、アップがあると思いますので、それでちょっと経験値がっつり貯めて、もうちょっとね、あとプレイングもね、壁をちょっと、まあ2日4日まで待つのもあれなので、ちょっとしっかりね、基本キャラクターの壁も作れるといいんですけど、でも2日4日まで待ちたいんだよな。狂乱の猫と狂乱タンク猫が欲しい。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。あの記念のメダルのキャラクターでもいいのか？ 75 の。あの子を盾にするのもいいか。